でしょ。逃げ飛んでいい感じなんですけど、練習見てたらやばかったっすね。やっぱりなんか予選落ちて練習したんですよ。こんな感じだったの。この辺の構え。ついぐらい。こっちになんか締めて、なんかこう、なんか挟んでて。俺にとっては結局ここ締めてたって開くじゃないですか。ここスペルとかよくわかんねえな。クロスじゃない。クロス直したいんじゃない。俺もやったことあるけど。でもこっちは開いていいっしょ。ひどいよ。俺。いや開いていいじゃん。ほら、よう閉められるわ。そんなよう打てるわ。無理無理。左が連動してこないんで、ね、これ閉めちゃう。いや、ダメですよ、絶対。でも、うまい。うまいな。でも、それってもう完全に両脇閉めてますもんね。閉めてる。こっちだけじゃないですもんね。うん、多分両脇閉めてる。こっち開けることは絶対ないじゃん。じゃあ、両方とそうできないな。こっち閉めて器用にやったら、こっち開いちゃうから、どうにもなんないですよ。本当はもうそれで治ればいいんだけど、クロスが。でもこうしてからもこっちでやるんだよ。じゃないんだよ。どこやるんですか。千葉県多分すんごいこうスライスが今日スライス、はい、鬼のようなスライスが翔太郎は何と来てね。いや、昨日、おととい、あ、うん、おととい来た。ちょっと最初緊張しちゃってとか言ったけどタイヤがちょっともう一回なんか、ちょっと、曲がりがちょっと出るだけでしょ。そうですね。うん。あんたよりもあんま合わない。だって、あんまバーで止まってんの。そうですよ、やっぱ。怖い怖い。ほんと、翔太郎には負けなくて。偉そうなこと言えなくなっちゃう。いや、それはそんなことないけど。言ってけやるよ。一度はもうだって、一生大丈夫だよ。いや、やばい。で、サムに勝った男だもん。はい、体重チェックして帰る。何枚だ。ボタンが何枚で。そう。じゃあ、本番が何枚。いや、いろいろやってきたんだけど、もうやっぱ結局治らなくて、いろいろまあ練習としてはちょっと手離すと、はい、メンテの運動量が少なくて、はい、少なく。ああ打て済むんですよ、うん、こうやって手離して手回ってると、うん、だからそれとあとバンカーショットの場合はやっぱここに上げないんで、うん、どっちかっていうとこういう感じで上げるじゃないですか、うんうん、その意識をするとちょっとクロスなくなるのかなと思って今バンカーショットを打つイメージで打ってうーんいいですね。トムが言うにはでもそれ
れやったらもう右から右のスラッシュが出ねえよって言われてんだけど、でも一応やりたいな、うん、もししないとマンクロスマンシャットになるから。本当ですか。ほら最高だ。これスピン効いてていいと思う。これが普通の。うん。うんうんうん。さっきのゴリゴリいったもん。ゴリゴリ。加減差かなっていうぐらい。これでいったらちょいクロスぐらいですか。いや僕には僕もどっちかっていうと似た感じだからないですけど、そんなに見えないんですよね。うん、似た感じになっちゃってるかわかんない。もう全然ちょいちょいちょい、ほんとちょい、ちょい、うん、ほんとちょい、最後にちょっと入るぐらい、あ全然許容範囲です。一時のあの悪かったのも全然いいっす。変わってね、はい、これちょっと意識して練習してたら少しも治るかな。うん、どう思う。で、なんか俺最近フォワード今日からフォワードプレスちょっと入れようと思って。ああ、はいはいはい。こうしたら僕もちょっとクロス系なんで、ちょっとそしたらこう横に回る気がして、ちょっとやってんの。なんか野沢なんかが結局あんな華奢でなんで飛ぶのかなっつって、でジャモさんは肩ゆすりすぎだからあいつはダメだっつって言って、で確かにこうフォアガッつって入れてからガーンって回してくるからすごい揺れるは揺れるんですけど、でも僕にはない動きだな。こう行く人にはスッとこう引いちゃう人、こうやってやる、そうありなのかな。なんかアイアンこれでいこうかな。ねえ、ちょっといや下手してドライバーもちょっとその方がいいかな。そうだ、なんで野沢があのタッパで振ってるけどなんで飛ぶのかな。転がったらエリカぐらいね行ったりするのかな。やっぱ女子にしては触れるんじゃない。触れてはいますね、やっぱりね。なりが男ですからね。綺麗な感じ。アイアンがこのくらい当たってくれると。出してないってないですよ。皆さんも今なってる、絶対なってるよなと思って。俺も多分そうなんだろうな。もともとこういうあのハンドレードだから入れてみも普通なんだろう、ね、そうそうそう。あ、そうか。すげえ自分の中で動いてて、わあなんか入れそうだなと思ってたけど、実際は全然だった。
半袖だし。じゃあもう結構なんかやばい寒さ。食ってないと無理だね。この左からの風に最後球が右に戻ってくるようになった。お、やった。ってことはこの球がこの風嫌ですもんね。やりすぎちゃうんだよな。あれロングでやんなくなっちゃったでしょ。そうですね。ミロング。材木と。こっちこっちだ。こっち来たもん。ミロング出さんと。